皆さんこんにちは。経済言論ミクロマクロを担当しています新井と言います。よろしくお願いします。今日はですね、経済言論ミクロ第0章と題しましてですね、ミクロ経済学のイントロダクションのお話をしていきたいと思います。このイントロダクションの中では、まず皆さんにとって、この経済言論という科目がいかに重要であるかということ、そしてどのように攻略すればいいかということをお話ししたいと思います。で、まずなぜ重要かと言いますと、これはもうはっきりしています。どういうことかというと、得意な方と不得意な方の差がはっきりつくということ、つまり得意な方は満点、不得意な方はもう0点近いというですね、非常にまあ天国と地獄、100か0かみたいなですね、はっきりとする科目であるということになります。得意な人はそれでいいんですけども、じゃあ不得意な人はどうすればいいのか、それはですね、皆さんにこの講義を聞いていただいて、さらに重要なことは過去問を解けるようになっていただくということになります。つまり経済言論を勉強していく方のですね、悩みのほとんどがですね、なんとなく話は聞いた、なんとなく授業は聞いたんだけど、いざ問題が解けないということですね。どうすればいいか、これは過去問の演習をしっかりやるということです。まず過去問の解説をしっかり聞いてください。この講義の中ではミクロマクロそれぞれ約100問の過去問を用意しています。皆さんにそのそれぞれ100問ずつをですね、しっかりと演習していただくことによって、十分に、ミクロマクロで、得点源にできるようになっていきます。よろしいでしょうか。大事なことは、授業を2回3回聞いていただく。特にですね、2回目3回目の時にはですね、音声だけで聞いていただくというのもありです。忙しい方はですね、電車の中でですね、音声だけでですね、授業を受けて、まあ私がどのようなですね、ことを話しているのかというのを頭の中でイメージしながら復習するというのもありです。まあそういう形でですね、皆さんに約100問ずつのですね、演習をやっていただきます。そしてですね、もう一つはこの経済学という学問そのもののですね、面白さを理解していただきたいなと思います。私はですね、まあ東京と、まあ大阪、京都をですね、よく行ったり来たりするんですけども、ある時ですね、まあ東京から、まあ大阪の方に行くのにですね、夜行バスを利用しました。非常に安いです。片道3500円。非常に安かったですね。安いのはいいんですけども、その日にですね、大阪に行った直後にですね、今度は滋賀県に行くという用事の日がありまして、じゃあ東京から滋賀県の夜行バスを探そうとするとですね、3500円のような安い値段ではないんですね。6000円とか7000円とかするわけです。東京から滋賀県の方が距離は短いはずなのに値段は高い。これどういうことなんだろうということですね。これはまさに需要と供給のバランスということですね。つまり、まあ、需要する側も少ないし、供給する側も少ない。だから値段が上がってしまうんだというようなことですね。で、それをいかにですね、理論的に、学問チックに説明していくかということになります。はい。例えばですね、まあ、また他にですね、スキーに行ってですね、スキー場の、まあ、リフトかなんかに乗ってですね、山の上に行くわけですね。で、山の上のロッジか何かがあってですね、そこで、お昼ご飯を食べたりすることができるんですが、まあなんかメニューを見るとカレーとか書いてあるわけですね。で、1200円。ちょっと高いなとか思うわけですね。まあでも1200円でカレーを頼んでしまうと、これが1200円というような、もう本当に街中だとですね、2、300円で売っているようなカレーがですね、スキー場のロッジで食べると1200円になっちゃうのかと。どうしてこんな高い値段がですね、成立するのか。またはですね、まあ100円ショップありますね。100均ですね、ダイソーとかですね、そういう100円ショップありますけども、そういうようなお店でですね、商品を見てですね、全ての原価が同じはずがないわけですね。こんなマーカーペンも売ってますけども、全て原価が同じはずじゃないんですが、売り値は全部100円なんだと。どうしてこんなことが成立するのかなというようなことですね。はたまた、まあアベノミクスですね、それに乗ってですね、本当に日本の経済は発展したのかどうか、そういったところをですね、分析していくっていうですね、そういうちょっと皆さんの方で、あれ、これどうしてこんな風になるんだろうということをちょっと考えてみていただく。
で、それがですね、経済学とか経済そのものに興味を持っていただくことができますし、また、公務員試験科目のですね、大事な科目の一つに時事というのがありますけれども、その時事なんかにもですね、興味を持っていただくことができると思います。そういうふうに実際の経済にもですね、どんどん興味を持っていただきたいなというふうに思うわけですね。で、もちろん皆さんが公務員になった暁にはですね、やはり世の中の経済っていうものを知っておかないと、理解しておかないと、公務員という仕事は成り立たないと思うわけですね。まあそういう意味でもですね、実際の経済に興味を持っていただくということも大事じゃないかなと思います。で、経済学という学問そのものはですね、アダム・スミスという人がですね、それは昔々ですね、昔々といっても数百年ですけどもね、国富論というですね、本の中でいろいろ説明することから話が始まっていきます。で、ここにですね、今私はグラフを書こうとしています。こんなようなグラフですね。で、まあ経済言論を見ていただいて分かりますように、テキストも見ていただいて分かりますようにですね、グラフとか式がいっぱい出てきます。で、そのグラフとか式をですね、いかに理解していくかということが大事なんですが、まずこのグラフが出てきたときにですね、押さえてほしいポイントがあります。それは何かと言いますと、横軸と縦軸は何なのかということです。これは P と Q と書いていますね。 P は Price 価格のことですね。 Q は Quantity 数量のことです。そして、大概価格の場合は何円とか何ドルとかですね、これ単位があるわけですね。単位は何なのかっていうところもですね、確認していただきたいなと思います。数量は個数とかですね、リットルとかグラムとかですね、そういうようなものですね。これが個数、クオンティティ数量なんだということになります。まずは横軸と縦軸が何なのかということを把握する、ここから話が始まります。で、次にですね、この中身のグラフですけども、ここに D、 これ需要ですね、ディマンド、S、サプライ、供給ですね。需要と供給というふうに書いてあります。で、まずはざっくりですね、この供給という曲線、この供給というラインはですね、ざっくり右上がりになっている。こっちは右下がりになっている。こうざっくりした形をですね、掴んでいただきたいんですね。右上がり、右上がり、右下がり。ね、こうざっくりしたですね、形をつかんでいただければ OK かなということになります。そして次が大事なんですが、じゃあどうして右上がりなんだろう、どうして右下がりなんだろうというところをですね、そのストーリーの部分ですね、でそのストーリーの部分は空想です。で、その空想の部分をですね、皆さんができるようになっていただきたい。そんなにパシッと当たる必要はありませんが、なんとなくこんな感じかなで結構です。例えばこの曲線でいきますと、供給曲線、これは売り手のことですね。売り手です、売る側ですね、売りです、商品を売る側、売り手ですね。で、今度需要曲線、これは商品を買う側、買い手ですね、買い手。はい、売り手と買い手です。で、皆さんは例えばヤフオクですね、オークションとかで物を売ったり買ったりしたことあると思うんですけども、売る場合はですね、できるだけ高く売りたい、だから価格が高くなればたくさん売りたいということで数量が増えていきます。価格が増えると上がると数量も増えるとですね、価格が増えると数量も増えるという関係ですね。価格が増えると数量も増えるという関係だから右上がりなんだよと。で、逆に買い手はですね、できるだけ安く買いたい、だから価格が下がるとできるだけ買いたい、価格が下がると、価格が下がると買いたいということで、需要曲線は右下がりになっている。なんとなく自分なりの理由で結構です。なんとなくこういう理由で右上がりかな、右下がりかなっていうようなことをですね、イメージしていただく、これが経済言論を得意になるコツの一つということになります。そしてこんな感じでですね、グラフが出てきます。で、それを言葉で説明して、最後に数式ですね、数式を使って説明していくということになります。この3つの関係ですね、言葉、数式、グラフ、
言葉、数式、グラフですね。この3つの関係をですね、皆さんがうまく理解するようになれば、経済言論は非常に得になっていくとですね、言葉で言ったことをグラフにしたり、つまり、価格が上がれば数量が増える、右上がりだなとかですね、それから言葉にしたことを数式にしたりですね、例えば y イコール 3x、 x が1つあると y は3つになるんだなと、x が1つに対して y は3つなんだな、その3倍なんだな、とこういうような関係ですね。言葉、数式、そしてグラフですね。先ほどやりましたように右上がりのグラフ、右下がりのグラフ、この言葉、数式、グラフ、グラフ、数式、言葉、この回転をですね、皆さんがどれだけ、置き換えることができるかというところが大事になります。そして私のこの講義の中では、とにかくこの言い換えを、言葉で言ったことをグラフで言ったり、グラフで言ったことを数式で言ったり、数式で言ってることをグラフにしたりということですね。そのオンパレードです。もう私がやっていくことはそれになります。そしてそのストーリーが理解できたら、皆さんは経済言論が理解できたということになります。そして言葉、グラフ、数式が混ぜ合わさった問題がオンパレードで出てきます。それを解説していきます。そして皆さんがそれを聞いて理解します。そして私の解説なしに自分一人で同じ問題が解けるようになります。そうすると皆さんは着実に実力が上がっているということになります。長丁場になりますが、今後ともよろしくお願いします。以上です。